はい、4月の引退試合までもうあと2週間となりましたね。もう早いですね、期限決めるとね。でそんな時に、まあ、いつも通りこう大会に向けたトレーニングをね移してはいってるんですけど、ちょっとね今日は私的なあのラブレターですね。今回は一人の男に対してこれは動画を作ってます、というのはハラケンチャンネルケンちゃんですね。ハラケンチャンネル1万人いったの皆さんねもう知ってますね、おめでとうございます。で彼とはずっとやってきて、なんかね本当の思いを言うっていうのも近すぎて、なんか YouTube も一緒にやってきてるし、仕事もまあ2人でやってる仕事って結構あるんですよ。だからこそなんかねおめでとうっていうのなんかちょっと違う感じもするし、一緒にやってきてるからこそ、なんか改めてねこう彼にあのいろんな思いを伝えるっていうのはないんですよね。だからちょっと照れくさいから、ちょっと逆かもしれないけど、照れくさいからあのこの2万人のチャンネルでですね照れくさいからこの YouTube を通して公共のね、ネットを使ってですね彼にラブレターを言いたいという回ですどういうことなんだというね、二人きりで言うとかね照れくさいんですよね。いやだからこそちょっと今までの感謝とか、もうほんとねケンちゃんがすごい、大変な思いして、まあ、YouTube ではちょっとね見せれないような、本当にちょっとねもう泣きそうになってるようなケンちゃんも見たことあるし、本当に YouTube やめたいって言ってたケンちゃんも俺は知ってるし、なんかそこも含めてね本当に君はすごいんだよ、本当におめでとうっていう言葉を言いたいんですけど、その前にちょっとトレーニングのことも話していいですか？もうあと2週間なんで、なんかまあちょっとそれはね後ほどお話しするんですけど、まずこの日のトレーニングですね。ちょっと恥ずかしいからね、あのアイドリングでまずトレーニングのことをこれほんと一発撮りだからね、まあ合宿が前回あってもうバチバチ体疲れて、もう全然体動かなくてさ、もう3日間ぐらいね軽いジョグぐらいしかできなくて、足ももう体幹がやばくて、もうプライオから始まって大川さんからこうコンディショニングを教わって、で自分にはこう内腹斜筋、体幹の奥の方の筋肉にすごくエラーがあるっていうのと、こういう側部の問題があるっていうとこあったから、そこはもう毎日毎日体作ってて、その上で、トレーニングやってたんで、めちゃくちゃいつもと違うとこは疲れて、でそのまま合宿走ってたから超体幹部がもう筋肉痛で、でようやくこの日3日後とかかな4日後とかに行ったのかな。でも結局ね SD の練習、 SD がすごい感触良かったから SD のクリアランス一発出るところを固めたいなってところで行ったんだけど、まあねちょっとロングは走れなかったっすね。ほんとこのちょっと出るところの練習とか、うまく出れたら 50m ぐらいの練習でこの日は済ませました。まあ本当は250とかね、あ視聴者の方がね声かけてくれました。本当引退までの期間ね、ぜひいろんな視聴者さんと話したいんで、見かけたら気軽に声かけてください。なんか一緒にねタイミングさえ合えば一緒にトレーニングとかしたいなと思ってるんで、もう本当にちょっとなんか顔怖いとか言われたりするんですけど、コミュ障なだけなんで俺、普通に話しかけてくれればめちゃくちゃ嬉しいタイプだから、一緒にトレーニングしたいんで声かけてくださいね。でこの日はもうきつかったから50メートルぐらいまでのものをまあ、SD をひたすら繰り返しましたね。 SD っていうかもうクリアランスの練習ですね。スタブロの出る角度とか、このセットの時の重心の位置とか、まだ再現性低いから、まあ、大川さん山内さんに教わったところをひたすら確認してもう自動化させていくような練習をしました。ちょっとねロングはねもう疲労がすごすぎて、ちょっとこの日はオフにしてこの練習だけで次の時に取っときました。でもう少しでねケンちゃんと喋んなきゃいけないんです。ちょっといいわ、いつものトレーニングのナレーションがあったからちょっと照れ隠しできて、だからいい感じで喋れそうだ。危ねえわ、なんでお前のために俺緊張しなきゃいけないんだ、ふざけんな本当いやこの後ちょっとお写ししたいのが合宿の時のケンちゃんの映像で、まあ本当にねケンちゃんがね YouTube 一瞬合宿中にもうやめようかなってぐらい落ち込んでる時の映像があるんですね。そこにねすごくいいシーンなんで、ぜひ皆さんにもねお伝えしたいなと思ってこの後映るんですけど、まあ内容としてはちょっとねケンちゃんマジで落ち込みすぎて声が超ちっちゃいから聞き取りづらいと思うんだけど、内容としてはなんか山内さんとの勝負に敗れて、なんか負けたことは別にいいんだけど、なんか YouTuber としてノウハウを発信してるという立場でケンちゃんのチャンネル見て足早くなりましたとか、いろんなハラケンチャンネル見て元気出ましたっていう人いるのに俺はこんなに不甲斐ないみたいな、
俺は嘘の情報を発信してたんじゃないかとか、なんかみんなが期待してくれてるのに、評価してくれたのに俺は不甲斐ない、俺は YouTube やる資格がないんじゃないかまで落ち込んじゃったんですよ。でもそれは俺の中ですげえ共感ができて、その後この映像の、その映像の後ちょっとケンチャについてのね感謝とか今までのことを話したいと思う。とりあえずその映像を見てください。その間に俺はちょっと照れ隠しをちゃんとします。どうぞ。シダパン、12秒47出した。12秒47出した顔してるよ。こんなにさ、落ちることがめちゃめちゃ落ちてるね。まあちょっとシダパンチャンネル映ってないんで説明しますと、ハラケンチャンネルの方でちょっとね勝負系に敗れて結構ね。いやだから勝負系に敗れるって別にさ、今回限らない。うん。こんな落ちることないじゃん。自分のメンタルが分かんない。いや今初めて見る姿かもね。たまにあるけどね、仕事系の悩みでこうなると。あとシダパンチャンネルはリアルなんで別に企画もいらないんですけど、結構今日ボロクソにやられて結構へこんでね。ボロクソとかちゃくちゃだけど、でもなんか別に対決してるっていうのはさまあ結構日常茶飯事ですね。確かに。だからやめたらみたいになっちゃって、今ねそれになっちゃって、ね、そうでしょ。しかも自分の理論とかさ動画で出してさ、それなんか、まあ、ためになりました、伸びましたって人もいるわけじゃん。なるほど。それを否定しちゃうみたいな。それを否定しちゃってる感じがして、めちゃくちゃ分かる。初めて分かり合えたなお前。そう、あのシダパンのおかげで速くなりましたとか、俺フィジカル分析とかやってたじゃん。ああいうのは全部なんか申し訳ないみたいな気持ちになっちゃうみたいなね。今までの俺を否定するとすげえ多くの人に迷惑をかけちゃう気がして。なんで練習でそこまで感じるの。すげえんだけどマジで。おマジですげえと思う。で分かるよ、気持ちは分かる。何やってんの、本当に陸上界マイナスもたらしてんじゃねえかなって。なんかね、練習で。だけど否定ではないんじゃない、まあ、今までやってきたことって結局あのプラスになるだろうと思ってやってきたことを一個ずつ積み重ねてきて、ただそれが自分に合ってないっていうのが分かっただけ で、 で別のところを取り組んでみたら、たまたまそれが自分に合ってただったら、別に情報発信者としてはそのある人には合うものができてるかもしれないっていうんで、それはいいんじゃないかなと。そう、消去法にもなるし、ってかもう極論はね、もう好きにやっていいし、なんか矛盾があっていいんじゃないですか。だって俺オーカートリエルめっちゃ頑張ってきて、去年のシーズンなんか流しになっちゃったって言われて、もうめっちゃいろいろ変えて、結局今オーカードリエル取り組んだりしてて、去年のが生きてるなとか、もう矛盾してるじゃんとか言ってくるやついるけど、いや人間だもん、てか未熟だしすんませんって感じで、今が良ければいいんじゃないですか。完全な正解って存在しないもんね。そうね、逃げれないのはもう勝ったやつが偉いってとこだけで、スポーツは勝ちゃいいんですよ。でもなんでそんなこれ今、ま、俺びっくりしてちゃんとこれあれで、あの YouTube 用じゃなくて本当に隅っこでみんなの枠外れてたから、ちょっと普通に心配だって声かけましたよ。いやだからもう好きなようにやればいいんだよ、だって自分の人生だし。いろんな声あるけど YouTube をやれよ。なんか使命感ねいらないと思う。俺だって陸上やってきたことをやめるんですから。だってしょうがないもん、俺格闘技やりたくなって、プロになってやりたくなっちゃった。好きなことやろうぜ、そう思って256点やろう。OK。 いやありがとう、はい、死に出た。やる感じがする。まあでもシダパチャでドキュメンタリーなんで、俺のドキュメンタリーやってて大丈夫。大丈夫だよ。いや、この会話のドキュメンタリーを映したいんでね。これはリアルで。これやらせないしだから、ガチでへこんでるから。お前、自分の練習に集中して、ケンちゃんもいなくなった時、ケンちゃんも一人ぼっちにさせてやめて。でも、楽しくなっちゃって。初めて陸上が楽しいと。いいんだよ。自分の人生だ。頑張ろうぜ。頑張ろう。こういう生なね、めちゃくちゃ生々しい映像だったと思うんですけど、あとはもうあいつ本気で凹んでるから声がねクソちっちゃくて聞き取りづらいとこもあったかもしれないですけど、まあさっき言った通りなんか視聴者さんが面白いとかためになるって言ってくれてるのに、その動画を出してる自分がこんな不甲斐ない走りをしてるって全員を裏切ってるんじゃないかみたいなことで落ち込んでしまって、もうなんか合宿の2日目とかってなんかなんとかねトレーニングしようとは彼もしてたんだけど、なんかもうズーンってなっちゃって、なんかねもうずっと下を向いてたんですよね。でさしまいにはなんかトレーニング後半とか個人練習になった時も隅っこの方でもう
下向いて座り込んじゃって、いやなんかメンヘラなのかよって思う人もいるかもしれないけど、俺はめちゃくちゃ共感できて、ふとした瞬間にね溢れるのよこういうのって。なんだろう、いきなりバンってくるもんじゃなくて、すごい敗北があるとかではなくてさ、この日も別にケンちゃんもすごいなんか嫌なことがあったわけじゃなくて、なんかちょっとした一本の走りで、企画の正しい走りの中で負けちゃって、なんかいきなり来たっていうのは、なんか常にねそれを考えてるんだよね。彼はこうノウハウの動画をいっぱい出すじゃない、ハラケンチャンネルっていうのは。いやだからこそそこに対してプライドも責任感もプロ意識も持ってるからこそね、今こうやって評価されてるわけで、だからこそどこかで俺間違ってないかなとか、なんかそこに対しての不安ってすごくあるんだよね。それが何かの止め金で、やっぱり俺は間違ってたんだ、みんなに申し訳ないみたいなのが溢れ出すみたいな。だ俺も去年ねすごく悪いタイム出た時に、まあ俺はもう本当に悪いことが起こったんだけど、まあシダパンチャンネルはノウハウではなく、なんかただ単に俺がなんか汗水垂らしてる映像を見せて、皆さんがまあシダ、まあ、視聴者によってはね、あのシダパン見たおかげで頑張れましたとか、なんかモチベーション湧きましたとか、トレーニングやる気になりましたとか、なんかすごい例ではなんかシダパン見るまでこうすごい打つみたいな落ち込んじゃってたけど、見ることですごい次のチャレンジができるように本当に人生変わりましたみたいに言ってくれる人もいるわけで、それはめちゃくちゃ嬉しいし、責任感もプロ意識もすごく生まれてきて、まあプラスの感情しかないのよ。あの仕事もいやもっと頑張ろうみたいな、本当ただ頑張れってコメントだけでもすげえ言霊があって、あもうまた俺 YouTube 超頑張ろうって思えるの。でもその反面、どこかの心のどこかで俺この人たちをどっかでなんか裏切っちゃう可能性ってあるんじゃないかってずっと思うんだよね。だって俺も人間だし、もちろん YouTube でリアルを映してるつもりでの中で、俺も一生懸命やって、そこで何か感じてくれる人がいればって思ってるけど、やっぱりやる気出ない時も俺もあるし、なんかもう、ね、ダメなとこ映してるつもりだけど、それでも見せれないぐらいもう、何にもできないような、ふぬけた一日だってあるわけよ。なんかそういう時に、あ、なんか俺を見てモチベーション上げてくれてる人裏切ってんじゃないかなとか、なんかふとした瞬間によぎる時ってある。なんかそういうのが溜まった時に、わ俺もう視聴者に本当申し訳ねえみたいなのが溢れたのが、俺は去年の大会の一発目のタイム出なかった時だったんだけど、まあそうやってきっかけって何でもよくて、ずっと考えてるなんか辛いとこなんだよね、配信者としての。だからすごいね共感できたの、このケンちゃんの様子っていうのは。なんかだから別にメンヘラじゃないんだよね。でもなんかこの時元気づけた時に言ってあげられなかったけど、1万人ね、配信、1万人行くための生配信でこれ無心やってたけど、あの時すごく思ったのが、こんなことで落ち込む俺だって損だよねって話を合宿の時にしちゃったけど、ケンちゃんお前に言いたいのはね、幸せなことだよな、マジで。うん、俺もそうだよ。なんかあんな去年なんか俺応援してくれた人こんないいのに申し訳ないとか、なんかタイムちょっと出なかっただけで思えるとか、お前も一個の敗北でこんな自分のハラケンチャンネルのノウハウを頼りにしてくれてる人いるのに申し訳ないって思えるような人生を歩めてるんだよね、俺らは。本当に誇り高いことだよ。なんかその時俺慰めるのは、俺らどこまで行っても凡人だしなっつって、有名人でもないし一般人なんだから、そんな気に病むことないよっていう励まし方をしちゃったんだけど、ちゃうわ、ちょっと俺は間違ってたわ。まあ、俺らは一般人でね、そんな大したもんでもないけど、でも、すごい人でもないけど、でも、間違いなく幸せな人生だよ。それだけ人の痛いぐらいの期待をもらえてるっていうのは、誰しもができることじゃないし。いや、思い出してみてよ。最初の動画、俺とケンちゃん、チンチクリンだよ。でもそれを2年前とかじゃないかな。2年半前ぐらいにね、ケンちゃんと出会って、そっからは子供の家計教室をやって、その時は君はねただの会社員で休日使ってトレーナーをやっててっていう中で、トレーナーを持ってやっていこうってぐらいだし、俺も YouTube 始めてまだ間もなかったし、全然ね登録者も1000人いなかったぐらいだしね、それで集まってたんだよ。だから数百人チャンネルをやってたただのトレーナーと、トレーナーにもなりきれなかった会社員の二人が出会って、そっからなんか覚えてるかな、これ多分みんな知らないけど、ケンちゃん覚えてるだろうけど、最初に集まった動画、
は今上がってると思う。2回目とかもうボツとかしまくったんだよね。2人でもうガンガン会って撮影したけど、1個やばかったな。なんかね、2人で腹筋1万回をやるみたいな、もう絶対伸びないしコスパ悪いような動画をさ、俺も何が伸びるかとか全然分かんなかったから2人でやって、しかもなんかカメラの設定ミスでそのデータ破損しちゃって意味なくなったりとかさ、そんなことだったんだよ俺ら。誰も知らないよそんな誰も見ない。俺たちの腹筋がクソ痛かっただけで、実際やったんだよねちゃんとね。いや超何時間もかかったけど、何にもね目にも触れない。そんな頃から見たらさ、俺たちのものを見てくれて、なんかまあ腹筋ちゃってそんなにないけど、俺の方はアンチいるかもしれないけど、プラスのことをさ思ってくれる人もいて、で俺らもプレッシャーを感じてっていうこの生活に慣れたことはね、誇り高いことよ。いやだからこそ1万人いったね君にすごく伝えたいのは、いやマジでね陸上界任せたぜってこと。もう俺もまあもちろんね、ずっと一緒に仕事もやっていくし、陸上はずっと続けていくつもりだけど、まあ仕事としての陸上は終えるわけで、格闘家としてね、俺はもうバチバチに盛り上げていくつもりだし、やるからには一番有名な格闘家になるよ。自分の才能を疑ってないし、自分の気持ちも熱いもの持ってる自信があるから言うけど、いやだからこそ、なんでこんな俺が格闘技に全振りできたかって、まあ、新庄さんもあるし、ケンちゃんもそうだけど、すげえ意地悪な言い方すれば、これ君に伝えてなかったけどね。大きな理由。一つの大きな理由。恥ずかしいけどね。ハラケンチャンネルには叶わないなって思ったことも一つなんだよ。俺だって YouTube で陸上やろうと思ってやったわけじゃなくて、なんとなく陸上系を取り扱った時に皆さんが興味持ってくれてやってたけど、でもだからこそね、やっぱり陸上に対する愛とか、陸上、俺も好きだけど、好きなつもりだけど、陸上をどんだけ好きだとか、陸上に対してどんだけのめり込んでるか、陸上を知ってるか、その密度で動画を作った時に、やっぱりお前には勝てないよ。すごいそれがね、ストレスだった時期も正直あるんだ。もちろん俺のが1年ぐらいね、YouTube 先始めてて、君は1年後ぐらいに始めて、でも陸上コンテンツではやっぱりハラケンのが面白いと思ったし、ノウハウもやっぱり遅い時から10秒台まで君は経験していて、すごくね、いろんなアプローチというか、いろんな動画が作れるんだよね。だからこそ自分は、ケンちゃんみたいなこういうしっかりノウハウとか足が速くなるための動画って俺自身も速くないから作れないな、じゃあ自分はどうしたらいいかなっていうので、こういうねルーティンの生活を生々しい部分を映したりしたわけで、なんかハラケンチャンネルになんか勝てないなって思うからこそ自分も進化してこれた。でそれでどん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 追い込まれてった先に、まあいい意味でね、いい意味で追い込まれてた先に、あ俺もちゃんと自分の一番純度出せるところ、自分が一番熱くなれるもんやんないと絶対にケンちゃんに勝てないなとも思うのね。それも一つだよ。新庄さんに勇気づけてもらったとか、本当に何も考えずに格闘技やりてえって思ったものもあるけど、でも大きな要因として、ちゃんと近しい君にね、陸上コンテンツは勝てないっていうか、ハラケンちゃんって面白いって思わせてもらったこと。だって YouTube やってるからにはさ、自分が一番だと自信持ってやっていたよね。そうじゃねえなって客観的に思うから、それもね本当にありがたい意味で、本当の自分をね嘘つかずにチャレンジさせてくれたのはね、君の圧倒的な実力、本当にすごいから、ケンちゃんってマジでね半端じゃないよ彼の、YouTuber としての仕事は。まあいろんな人に愛される能力もあるよね。俺は結構ねコミュ障なんだけど、彼はいろんな人とこう関わる能力もあって、だからこそハラケンチャンネルのゲストってすごく面白いよね。それで充実してるものもあるし、ケンちゃん自身の噛み砕き方もすごいし、彼の人柄もあるよね。だしそれをすごいスピードでこなしていく仕事量も半端じゃない。俺の5倍ぐらい仕事が早いのよ。本当に近くで見てて尊敬できる人ですよ。もう二度と言わねえからな、こういうことはな。だから、本当にね、すごいことなんですよ。で、やっぱり、うまくいくことじゃなくて、ケンちゃんもね、揺らぐときは見てきましたよ。もう今回だけじゃなくて、YouTube も、なんか伸びない時期とか、みんなから見るとね、そんなないかもしれないけど、俺から見てもハラケンチャンネル順風満帆だと思うけど、
なんかもう俺は才能ないんじゃないかみたいになる瞬間も何度もあったよね。でもうやめようかなみたいな、てか YouTube こんだけ時間稼げてんのに捧げてんのに稼げなくてとか、そんな時期もあって、でもねもう揺らぐなって言いたいよね。だって俺相当あのパフォーマーとしてあの自負あるけど、この俺がね、まあ足遅いけどYouTuber としては結構頑張ってきていろんな分析してるつもりなんだけど、この俺が陸上コンテンツではもう二度と言わねえぞ、二度と言わねえぞ、もう、うん、陸上コンテンツだ、お前にかなわないって思った、本当に。うん、陸上短距離扱うチャンネルとして君の右に出る者はいないよ。いやだからこそ俺も格闘界でねぶちかましていくから、うん、もう話は聞くからさ、辞めたくなった時もでも絶対辞めんなよって思い言いたいね。揺らぐ時もあるかもしれないけど、うん、絶対辞めんなよ。まあ、今後ねもっと大きくなっていくしかないと思うし、きつい時もあるかもしれないけど、うん、俺を諦めさせてくれたような人なんだから、そこは自信持ってやってほしい。うん。あ、うぜえな。なんかこんなこと言っちゃった。うぜえな。長くなったし。まあでもみんなも本当同じこと思ってると思いますよ。ケンちゃんのね、努力とか、動画の出してくるスパンとかね、あ、もうしっかりした本当、人なんだなってのは多分伝わってると思うし。でも、なかなか伝わってないね。君が本当にきつい時も、俺は知ってきてるので。でもだからこそ今後も、ケンちゃんなんてきついことないんだろうなって思われるぐらい、なんかそれがきついとも言ってたよケンちゃん。あのすごい明るくて仕事できるから、ケンちゃんってなんかあのスーパーマンみたいだねって思われるのもしんどいって、ね、君は言ってたけど、それでいいんだよ、うん、悟らせんな、お前すげえんだからまあ俺は見とくから、うん、そう話は聞くから、でもいいんだよ、お前はできるんだから、そのまましっかり YouTube で、陸上系 YouTube でてっぺん取ってください。俺はもう力貸すので、あとは力貸すから、あの11秒で出すためにもうちょいあの力貸してもらえると嬉しいですまあ本当ね、自分の陸上引退までにこの辺がスッキリできてね、良かったと思います。なんだろうね、面と向かっていうよりこうやって YouTube でやった方が俺恥ずかしくないんだよねなんだろうねあ、明日のちょっと恥ずかしいね。明日一緒にトレーニングするんですけどね、明日あの LINE した時間であの競技場で、あちょっと多分30分くらい遅れていくかもしれませんが、ちょっと怒らないでください。明日またトレーニング教えてください。皆さんもあの、私的なね、あの、LINE でいいよっていうね、電話でしろよっていう話に皆さん付き合わせて申し訳なかったです。あの、本当に、みんなも持ってると思いますけど、ケンちゃん、1万人おめでとうございます。そして、陸上系 YouTube、ぶちかましてください。俺も残りの、2週間、まあもうほぼあと1週間かな、ぶちかまして最高の結果出したいと思います。全力でサポートしてくれ。うん。で、格闘家になった後も、もちろん陸上は最高のトレーニングとして続けるし、お前は俺の最高のコーチとして、相棒として、ぜひともサポートしてほしいと思ってます。お互い、てっぺん取りましょう。皆さん、すいません。あの、私的な連絡は以上です。では、ケンちゃん、明日30分遅れていきます。ではまた。